大見町市場です。石川県の海鮮焼いちゃいましょう。市場北脇が言ってたんですよね、行きたいって言ってたな。やっぱ海鮮は行っとかなあかんやろ。これいくら2900円。負けてくださいよ。2500円。もう一人2500円、あと1品なんかおまけな、なんかありません。お願いします。ダメダメ、お茶、お茶、これで安したいから計算してみよう。お前いくらなんかあれだけで、お前もう知りやないっすよこれプラスで。ダメダメダメ、プラス。はい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 、じゃあ原油上がっとんねん大変やねん値段上げなしゃあないねん。ほんならややこしいやったらねえから、ないいもんばっかりやってねえから。大見町来たら一年大好き、来てくださいって。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。まあ、ぼちぼちな感じでしたね。もうちょっと攻めれるかなと思ったんですけど、結構最初からガチガチでしたね、あれもうバリア張ってました、バリア張ってました。もうこれは譲らんぞって来るわみたいな確かに1000円1800円なんですよね。お計算待ち。だから絶対、おっちゃんは1000円上乗せしてもらってるんですよ。だからここ1人持っていってもいいんですけど、1人ちょっと1人ついていくとは。俺もね、なんかね、買ってる時に2500円ちゃんと見てなくて、そんなよく買ったっけとかと思いながら、でもおかしいよ。3000円がっつり持ってくる。てか、あのおっちゃんちょっとやり手なんじゃないかもしれない。あ、ある意味ね。ある意味でも、握り締めてる1000円。いや実際のところ2800円って言われてたけど、よー考えたら、あれこれ2500円渡したけど1800円が本正規の値段やぞみたいなおっちゃんちょっと浮かれちゃった系で、すごいもう笑顔で謝ってくれてたごめんな、ごめんな、いらん謝り、また来てや、また来てや、ありがとう。はい、ええ感じ。ありがとう。ではフェイスバトル、今世紀最大の超イベント行ってみましょう。レディーゴー。クオリティ高いだ。わー、ガチャピン。高のイカ講習。まずこれイカは赤いイカ、ね、中にすごい繋がってるところがあって、あんまこれほんまは隅潰したらあかんのですけど、うん、まあみんなで食べる料理なんでアバウト、まあそんな凝らずに。でここに次やってるんで、これがこれ抜いてもらって洗って、あとはもう好きな形に切って、切り刻む。そうです。輪っかにしようや。イカリング、イカリングやります。うん、まあこんな感じでイカの解体作業は、はい、お任せします。はい、どうですか火の具合は。もうバンバンです、いつでもいけます。ええ音鳴ってんちゃいます。ええ感じ。めっちゃうまそう。お好み焼きで働いてよかったな、ほんま。絶対リレーで。あちゃちゃ。リレーで出んねん。熱血、熱血。リレーで出んねんな。いただきます。すんげえうまい。言葉に言い表せ。言葉にならない。いい仕事してる。旅の恥は、それで恥でもないねんけど。
どうですか、この3日間この3日間金沢来て何がすごいかって、やっぱり一人一人のこうなんか個性とかそのなんかパワーとかつながりとか、うん、それのすごさを、うん、その3日間楽しめるたことはもうそれが一番やと思うので、いっぱい広がっていって3日間充実して滑れて、いろんなとこ紹介してもらってよかったです、ね、スポットもいいしさ、つながりがもうやっぱり飯も良かったし、まあゴマさんのおかげでもあるし、いや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 、ね、エビ最高、また食べに来て金沢のスケーターの子また来てくれたら、そうだ、もうそれがまたまた連れてくから、交流が交流を生んでいろんなところに広がっていったらね、うん、スケートをもっと楽しくなるし、活気が出てきて、すごい、ほんまごまさんありがとうございました。いやいや全然、いやマジでほんまありがとうございます。いつでも連絡ください。また行きます。ありがとうございます。あんたナイス、ほんと男前やった。ナイスメイク、ナイスメイク、ラストイエーイ、イエーイ、イエーイ、金沢イエーイ、楽しかった、ほんまこれ3日間。来た、お世話になりました。いやいや、こちらこそ、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。おいす、ありがとうございます、小田君。また来るときは絶対連絡来ます。また、また来ます。頑張ったね。楽しい時間、ありがとうございます。翔吾、ありがとう、いろいろ。また、あっちで会いましょう。うん。ありがとうございます。また滑りましょう。楽しかったです。ありがとうございます。気をつけてね、ほんと。はい。一呼吸覚えたら大丈夫。それだけ、覚えておきますか。じゃあ、行ってきます。いらっしゃい。また。また。行ってきます。お疲れ様。ありがとうございました。ありがとうございました。